どうも、東海釣り三昧です。今回は非常にマニアックだと個人的には思うんですが、リールの中に入ってるベアリングの清掃をしたいなと思います。まあ、オーバーホール自分でやっててもね、ベアリングはさすがに分解しないで交換しちゃうっていう方もね、結構いらっしゃるとは思うんですけどね。今回はそのベアリングを分解して、ベアリングを洗浄して、中にね、これは大型のリールなので、ちょっと粘度の高めのね、グリスを中に入れちゃって、どのぐらい変わるのかっていうのをね、まあ検証っていうのも僕は個人的にやってみたいっていうのがあるんですけどね。これもね、すんごい古い Z45C っていうリールなんだけど、もうかなり20何年前のリールで、パーツも全く出なくてね、8000円で、6000円だっけ？8000円か6000円か忘れちゃった。まあ1万以下でね、当初の価格は、販売価格は8万弱ぐらい、7万か8万かそこらするリールですけどね。それがね、まあ、中古で数千円で手に入って、でそれを色塗ったものです。でも結構ね、何回か使ってるんだけど、ギアもかなり下手ってるんで、かなりうるさいです。で、この前ね、回収中にね、ラインローラーが、ゴリゴリ言い出して、んで、最終的にね、このラインローラーのベアリングを分解して、中にグリス入れ直して、やったらかなりね、軽減したので、だったらこのドライブギアとかのね、ベアリングも全部やってみようかなっていうのが始まりです。ということで、まずはね、ベアリングを摘出しなきゃいけないので、ベアリングを取りましょう。この前全部バラバラにして組み直してるのに、もう中身忘れちゃったわ。はい、まずベアリング1個、2個、ピニオンのベアリングね。ケースとかギア周りは今回はね、やりません。とりあえず、そのベアリングの洗浄を、今回の本題は、こっから、このね、ベアリングの内部洗浄。このまんまね、超音波洗浄機にかけてもね、あんまりね、中までね、しっかり綺麗にならないんだ。しかもね、グリスが切れてね、まあ、そんなに悪くないんだけどな、ベアリングは。ベアリング交換すれば手っ取り早いんだけど、これをバラしていく。バラし方はね、意外とね、簡単で、先端の細いね、針。これは1ミリのステンレス線をね、先端を尖らしたもの。ルーターでね、ルーターのヤスリ使ってビーッと尖らしただけのものです。で、よーく見ると、一番外側にね、シーリングみたいにね、こう、一番外側に細いやつがね、こう、はまってるんですよ。これ、ベアリングによってね、シールドの仕方は違うんだけど、リールのベアリングは大体こうなってます。で、このシーリングの、ここの、これに、この針をね、針を入れて、起こしてあげると、ピンと外れる。飛ばさないようにね、つらんね。こんな感じでね、今この角っこ浮いてるの分かるかな。これが、ピロンと取れれば、これがストッパーになってます。これがストッパーね。んで、今度シールドが、シールドはね、普通に止まってるだけなので、これがシールド。この蓋があるからね、シールドベアリングって呼ばれてるんだね。これがシールド。で、シールドを外すと、中のボールが見えます。反対側も。これでシールドが完全に取れてね、ベアリングの向こう側が見えるようになったね。これで中まで洗浄ができると。
リールのベアリングのバラして洗浄とか言ってるくせに、ちょっとこの740のベアリングだけはちょっとねバラせんわ。これもね構造一緒かなと思ったらバラせない。ダメだ。こっちの740っていうね、外径が7ミリの、内径が4ミリの、厚さ 3.5 ミリっていうのは740ベアリング、サイズ、規格的にね、最近のね、ハンドルノブの中のベアリングがだいたいこの740なんだけど、これはね、まあ、手持ちがあるのでこれに交換しちゃいます、今回は。洗浄方法は、100均の瓶、これにパーツクリーナーを出して、マスクと換気はした方がいいと思います。本当だったら中にね、ちょっと底上げのネットを入れた方が砂とかの再付着を防げるんだけど、ないから。まあこのままいっちゃおう。んで、ボールがむき出しになったベアリングを入れて、まあ蓋はしてもしなくてもいいんだけど、こちら超音波洗浄機です。あのね、メガネ屋さんとか時計屋さんに行くとね売ってるかな、多分5、6000で買えると思います。こちらに中に水が入ってて、もうすでに、これね、水が入ってます。テーブルの上でやる？ちょっと水を入れてあげた方がいい。で、これね、カメラ回すとめちゃくちゃうるさいから。で、水の中に入れて、スタート。うるさいよ。こんな感じでね、かなり出てきます。めっちゃ綺麗になった、中まで。こんだけね、汚れが出ました。まあ、100均のガラスの瓶って、そこがね、ちょっとこう山になってるから、基本的に中に入る付着物って重たいはずだからね、外側に溜まるんで、真ん中の方でね、この瓶の真ん中の方でちょっと振ってから持ち上げてあげれば、だいぶ中身はね、抜けるんじゃないかなと思います。とりあえず大型のね、ベアリング4つは綺麗になりました。で、あとはもう組んで戻すだけ。組んで中にグリスを封入して戻すだけ。今回は大型のリールで、しかもできるだけね、静かな方がいいので、かなり粘度の高いグリス。これはシマノの純正です。シマノの純正のギアグリス。GSRG。これをね、中に封入していきます。もっと軽いリールで小型のリールだったら、もうオイルだけにしとけばね。まあ、オイルだけにするんだったら、ここまでばらさなくても別にいい気もするけど。組むときもホコリとかが入ったら元も子もないからね。本当だったら手袋してピンセットで組んでった方がいいと思うんだけど。めっちゃ黙々と組んでたわ。とりあえず一個組み終わったけど。これ両側からグリス入れた方がいいな。うん、美しいね、ボールベアリングってね。で、ここに、正解は知らんけど、僕はもう、これ100均です。100均に売ってるシリンジね。これにグリスを移し替えてあって。隙間から、グリスを封入して、ちゃんと裏表から入れてあげた方がいいね、これ。奥までたどり着かんか。こんな感じでグリスを中にね、ぶち込んで、んで、シールド、
シールドは蓋して、で蓋の上からあのストッパーのスプリングを、もう僕は本当だったらね、こんなの素手でやってちゃダメだと思うんだけど、沿わせるようにね押し込んであげればパチンって入ります。簡単に。ベアリングのね、玉が変形しちゃったり、もう砂でザラザラになっちゃったりとかね、してない限りは、これでね、かなりベアリングのお隣とかね、ゴリ感を軽減すると思います。まあ、交換すりゃ早いんだけど、あとは戻していくだけ。おっとな。よし。元通りになりました。静かになったかどうかと言われると微妙かもしれんな。案外微妙だったかも。まあでもちょっとね、気になってたんで、今回バラしてね、ベアリングの中を掃除できたのでよかったかな。とりあえずはベアリングを掃除したらだいぶ静かになりました。とりあえず今回はこのね、リールのベアリングをね、分解して洗浄してみた、でした。で、これね、あ、今ね、あの、調光動画を見てる方だったらわかると思うんだけどね、アルマイト加工したスプールエッジ。これは全然あの、今回の話とは関係ないんだけど、これ削って、スプールエッジをね、アルマイト加工して、ラインを巻き直したらね、ラインキャッパギリギリすぎて、うわ、やべえと思ってて、で、これ今ね、0.65200m に巻き直したらね、すんげえスッキリ収まって、ひょっとしたらあれ、最初に巻いたの 0.85 ですってね、紹介してたんだけど、1号か 1.2 号だったかもしれない。ライン巻いた感じが全然違うわ。すごい太いの巻いてたかも。結構いい感じでね、パーって投げれてるのに、5色とかしか出ないから、なんか全然出ないなぁ、ラインとか思ってね。思ってたら、そのせいだったかも。ラインが単純に結構太かったのかもね。これとりあえず今 0.65 に変えて、で、この前ね、行った時、あれはね、どこだ？夕方から行った時、人工餌を使った時の回かな。その時にね、スプールのこの高さ調整したらね、あんまりトラブらなかったんだけど、あの日横風がすごい吹いてたせいもあるかもしれんけどね、すんげえトラブって、2回か3回ぐらいトラブって、うわ、またなんかトラブるなと思って06に変えてみた。で、06に変えたらね、ラインキャップはすんげえ余裕があるから、あれ？と思って。また今度ね、これで釣りに行きたいなと思います。はい、ということで今回はね、スピニングリールのベアリングの分解洗浄してみた動画でした。どうもご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画もぜひ見てください。東海釣り三昧でした。